中トラ連合会は、プロ野球阪神タイガースの施設応援団の一つで、昭和59年に始まった山口組と一和会との間で起きた山一構想での組員同士のトラブルが甲子園球場に波及しないようにと、いくつかのタイガース施設応援団が甲子園球場のライトスタンド中段で応援活動を行っていたことで中トラと呼ばれるようになり、その応援団が関西連合会を中心に結束し、昭和62年中トラ連合会が設立された。そして中トラ連合会は全国に参加26団体、会員約500人を要し、会員に暴走族所属メンバーなどが多数在籍しており、幹部には暴力団構成員を就任させ、会長は山口組系暴力団幹部山岡敏夫が務め、代々山口組系が仕切っていた。平成14年、山口組系幹部でもある副会長が東京ドーム社員への恐喝容疑で逮捕され、平成15年にも山口組系匠組元組員の会長と前述の副会長が甲子園球場長への脅迫容疑で逮捕された。同年10月、中トラ連合会は打不行為などの悪質行為を行う悪質施設応援団に認定され、平成16年プロ野球暴力団など排除対策協議会によって中トラ連合会に加盟する全応援団が球場に出入り禁止となった。平成17年3月には作者不詳だった阪神タイガースの応援歌フィティングマーチ1番及び同2番の作詞作曲者を中トラ連合会に仕立て、日本音楽著作権協会に登録し、著作権使用料数千万円を不正に受け取っていたとして、著作権法違反容疑で山岡敏夫とレコード会社ディレクターが兵庫県警に逮捕された。これを機に中トラ連合会は解散した。